そう、そんな優しいゆずさんがいなくなっちゃうと思うと悲しいです。めっちゃ人もいっぱいいた。七夕祭りだから、土曜日、金曜日、日曜日、土曜日だしね。ん？日曜日。花火もやってたんだって、昨日。え、旅行人気あるんだ。結構やっぱミオすごくて、今日緑のサイリウムの先輩もいらっしゃるんですけど、やっぱ緑と黄緑だけ確実に見つけられるの。ミオ多分すごいと思う。緑と黄緑を見つける能力がめっちゃあるし、2階でも見つけるし、1階の後ろでもめっちゃ見つける。てか1階の一番後ろの人とかさ、ペンライト掲げてくれてるからさ、めっちゃ見えんのよ。ペンライトだけじゃなくて、なんか文字とかも掲げてるから見えてるよと思いながら、そのファンサーみたいなのあんま得意ではないので、見えてるよと思いながら見てたんですけど、結構でも目あったよ、いっぱい。結構いっぱいみんなと目あった。久しぶりに炭酸飲んだ。仙台いいね。また同期と来たい ツアーで同期と来たいかも。これ食べようかな、プリッツの牛タン。そう、もうすぐ絶賦難波なので、難波じゃないか、難波か、前と違う方なんだよね。前ミオが去年行ったのとは違う方の絶賦大阪。プリッツ折れてるやつ、うま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 う
なんかね、ゼップ仙台の初めてのリハーサルの日にそのソロコーナーやりますってなった時に、みお大阪の方のユニットを間違えて練習してっちゃってて、で、え、かぶってるみたいになって、自分が間違えてたんですけど、でその日ちゃんとしたリハーサルなんだけどね、あのダーティー練習してないわけじゃないですか。その大阪の方をずっと練習してたから、だからちょっとダーティー踊れなくて、初めてのリハーサルで一人でね、しかもだから、そのお家帰ってあの練習して、次の日に先生に見せようと思ってやってきたよってしたら、先生お休みだった次の日先生お休みだったよ。はい、ありがとうございます。大変だった曲あるかな、特には。なんかソロコーナー30分ぐらいあるんだって。地元民たちよ、初めて歌いました。てか今日煽りもやったの。最近煽りも毎回やるからさ、昼はあんまりうまくいかなかったんだけど、夜公演はちゃんと煽れた。普通に緑と黄緑固まってなかったです。コンサートはね、固まってはないか。見えてるよって思ってくれてるだけでファンサだって嬉しい。みよ心の中ではめっちゃ思ってるから、見えてるよって心の中で思いながらみんなのこと見てます。だからいっぱい見渡した。
隠してるわけではない。文字携帯触ってたらねが隠れちゃう。今ゼップナンバー初めて行く。今日ジャンボウッチは目立ってたな。地元民たちを初めて聞きました。今日はアイドルスクエアの T シャツをね着てったら、まさかのゆずさんとあーやさんもアイドルスクエアの T シャツ着てて合わせてないのにプレシャス3人でお揃いだったんだ。でも今日個人的にテンション上がった瞬間は、いっぱいあるんですけど、あの頃の衣装でミレの衣装を着れたこと、てかあの頃の衣装自体初めて着れたから嬉しかったけど、かわいいよね。まあでも同期がいなかったため写真は撮ってないんですけど、たどりは自撮りはいっぱいしたので載せるね。そう、すごくない？不意のソロッチなのプレシャスで。で、あの頃の髪飾りも可愛かった。リボンつけたんだけど、それも可愛かったです。なんかマネージャーさんに頼むほどではなかったか。大阪でも撮るしと思って、先輩に撮ってくださいって頼んだことはない。あ、また優しいエピソードで出てきちゃった。ゆずさんがさ、今日写真撮ったって言ってくださって、あんま撮ってないですって言ったら、撮ってあげようかって言ってくれそういました。自撮りしかしてないからさ、撮ってないんだけど、その言葉が優しい。スーパーボールすくいしてない。なんかめっちゃすごかった。お祭りみたいなのをゼップの、その仙台の方がご厚意でやってくださって、ジェラートとかかき氷とかスーパーボールすくいとか、そう、短冊もそこで書いたんですけど、すごくない？めっちゃすごかった。多分ね、動画上がると思う。動画見てください。ツイッターに動画上がると思うので。ベビーカステラなかった。かき氷あった。アイス食べました、みよ。あ、なんかね、あーやさんのツイッターにも若干載ってた、ああいう感じのなんかお祭りみたいなのがやってました。そう、サイダーはね、冷やしてたからね、冷えてる。美味しいです。炭酸がきついかも。お酒飲んでる気分になる。一本だけ持って帰ってきた。あんま今日持って帰ってきてないや。いちごは、いちご味は好きです。いちご、ガチのいちごは好きじゃないけど、いちご味は好き。ちゃんちゃんちゃん
じゃん。みんな TikTok 更新したので見てください。すぐ忘れる。なんか初めて TikTok 始めた頃は覚えないでいい曲ばっかりやってたんですよ、こう簡単な。最近はね頑張って覚えてるの。最近頑張って長いやつを覚えてます。1レベルぐらい上がったかも。嬉しい。次はウィアーの日にも撮りたいなとか思ったりとかしてます。2人で決めてますね。2人でというかお互いにいいやつは保存しといて、で会った時にこれやるこれやるみたいな感じでやってるにゃん。なんかでも経緯があって、これはもともとみよみきで TikTok のアカウントを作りたかったの。でも TikTok のアカウントって気軽に作れなくて、なぜかで、マネージャーさんが K2 のでちょこちょこ上げてみたらってまずはって言って始まったんですよ。なんか SKE だけ TikTok 始めるのに厳しい、気軽に始めれないの。ゆうちゃん痩せたなって思いました。ありがとうございます。やったね。みゆメイク落とし忘れて今日買ってきたの、コンビニで500円ぐらいするやつ。悔しい。金色のマイクありがとう。でもダーティーは杉山さん先生さん、杉山さんなんていうんだっけに教えてもらいました。フリーでしていただきました。ミオは個人の見解です。ミオはインスタとかツイッターみたいな感じで TikTok も始めたらいいんじゃないって思うけど、別にノルマとかなしで、その毎日投稿とかのノルマとかもなしで、それでインスタみたいな感覚でやりたい人はやるみたいな感じでいいと思うけど、ダメみたい。メイク落としはね、みよ毎回忘れんの。トーク会で何回も忘れてきたので、2回に1回ぐらい忘れるんだけど、まあ同期がいますから同期に借りてたんですけど、今日はね、ちょっと自分で買わないといけないって。うわ、今日初めてみゆちゃんのパフォーマンス見てほしいな。嬉しい。ありがとうございます。マジで仙台行けて嬉しかった。仙台行けて嬉しかったし、北海道とかも行きたくなった。あっという間だったな。もうだってあと1回今日こういう1日を過ごせばもう終わるんでしょ。早いよ。みゆパフォーマンス見て好きになってもらえるのめっちゃ嬉しいんだよね。次は大阪だよ。もっと行ったことないところ行ってみたい。熊本とか、熊本とかも行きたい。てんてて。ちぇ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 。
もう大阪モードじゃない、今仙台モード。今仙台モードです。明日リハなんだけど、明後日か大阪モードに切り替えなきゃ。あのミオさん、いつも思うけどさ、パフォーマンスで好きになってくれるのも嬉しい。だから別にその何がとか別にない、何でも嬉しい、何でも嬉しいし、パフォーマンス嬉しいよっていう話。チーム S なんだ、出たことないです。カサデータシアト、ダナダーティーは去年のナッツェップでやって、あれで K2 のゼップツアーでやって、どっちかだけやったんだよね、大阪か名古屋か、どっちかだけやって、だから2回目のダーティーだったんだ。関西とか大阪のゼップのメンバー結構濃そうだよね。ミオタンしか勝たんだって、イエーイ。なんかさ、10期のファンってさ、多分人数は少ないじゃん、10期のファンの。でも濃い人が多いよねっていう話になったの。みんなめっちゃ好きで言ってくれてる。その深い、深いのよ、狭く深くなの、愛だよね、めちゃめちゃ。ありがとね。でもダーティーのいいところは、後ろの SKE48 っていう看板がなんかダーティー始まったら動くんですよ。あれかっこいいです。ミオさん、モニター欲しい派の人間だったの。自分がライブ見に行った時に目悪いからモニター欲しいのね。モニターで確認しつつ実物も見たい人だから、え、モニターないのかと思ったけど、意外とみんなが楽しそうだと嬉しい。本当にマジでコンサート終わりとかさ、みんなが楽しそうだと嬉しいのよ。でもさっき知らん、気づいたら宮丸さんの手握っててびっくりした。無意識すぎて、あの気づいたら手持ってた。さあ、そうモニター見る、コンサート自分が見に行った時モニターを見るんだけど、あの自分が出てる時もこう後ろ向いた時にモニター見るのが好きで、モニター見たりしてたんだけど、そうモニターがないのね。最初はうわモニターないのかと思ったけど、でもてかめっちゃ距離近いね、ゼップやっぱ。え、劇場より最前近く感じた。わかんないし、さすがに潜まないかな、わかんない、感じる、めっちゃ近く。時計見えないんだな。のみお、靴で足の甲が擦れてるわ。痛いなと思ってたけど。22時半ありがとうございます。11時までにはね終わるので、40分ぐらいになったら終わろうかな。え、そう、それでね、あのティッシュ、トイレットペーパーみたいなのね、飛ばすの今回。何言ってるか分かんないと思うけど、その
来てない人とかん何よ何みたいな感じだと思うけど、そういうのが本当にあるのね。結構難しいよあれ、押すだけなんだけど。ココナッツジュースありがとうございます。えそうみよ今日何回もみよとみよを聞き間違える。今日何回も。でさ、そのさティッシュみたいなのさ客席にブーンってやってるんだけど、もう最前の人とかを見たらさ、こんなんなのもう前の方の人は。で体中にさこう巻かれてんの、ペーパーちゃんたちがじわじわ来てた。みんなバーってなってさ、トイレットペーパーの香りがすごくするよね。すごくするみたいです。不思議な気持ちになるね。そう多分あの見た人じゃないとちょっと意味が分かんないかも。そういうのがあるの。めっちゃかぶってた前の人たち、みんな巻き巻きになってた。トイレットペーパーの香りやばい。そういうのもあったりとか、バズーカを初めて披露した。バズーカ砲初めてやりましたぐらいかな。初めてやったのパンチラインもやりたかったな。いや稲妻やったんですけど、稲妻かパンチラインだったんですけど、稲妻の人だったんですけど、パンチラインもやりたかった。なんか着込んでるからめっちゃパンパンだけど。そうバズーカはねあれで見てたんだけど、ゼップハルコンかリカがやってたやつ見てはいたけど初めてやりました。フリーレからやった。でそう意外と初披露の曲少ないかも。あんまりフリーレしてないもん。 2,3 曲ぐらいしかしてない。めんどくさいな、お風呂。お風呂めんどくさいにゃん。さあ、地元みんなシャンプー持参してない。みよ、いつもね、ホテルのシャンプー使う人なんですよ。でその代わりにトリートメント持ってきて、お風呂上がりにトリートメントをしてます。なんて金が誰が歌ったのかな。今日は中坂さんが歌ってました。カノンも歌ってたよこの前。それめっちゃいいね、銀が素敵だなって思った。なんか初めて見たんですけど、パフォーマンスしてるとこ、曲とか意思はしてたけど、めっちゃ素敵。全然やりたい。あの衣装でマリアやったことあるんだよね。ちょっとマリア思い出すけど、みよね毎回ホテルのシャンプー使ってる。この幕張とかでお泊まりしてる時、銀がめっちゃ良くない。かのちゃん歌うまいし、マジで歌うまいよね。本当にマジで歌うまいと思うの。マジで本当にすごい。去年ちょうど去年のゼップでマリアでそのなんて銀河の衣装を着たの。そうホテルのシャンパー色落ちするんだけど、まあまあまあいいでしょう。
てかさ、まだ1年しか経ってないんだよね、あの去年のゼップから。それにもびっくりだ、めっちゃ経ってる気がする。え、そう、なんか曲は結構バラードっぽいゆっくりした感じだけど、ダンスとかもめっちゃいいな、あとイントロとかめっちゃ素敵、やりたいって思いながら見てた。あれもいい、素敵な罪悪感みたいなやつもめっちゃいいね、素敵。うん、素敵。まだ1年って感じ。なんか1年間の間にいろいろありすぎて、まだ1年かみたいな、もっと経ってる気がする。2年ぐらい。ゼップ涼しいんだ。めっちゃ寒いもん、始まる前。始まったら大丈夫だけど、めっちゃ寒い。そう、なんか新しい曲にも出会いました。披露してないけど、いいなこれみたいな。でミクルめっちゃ衣装似合ってた、素敵な罪悪感。でも里川さん良すぎて、今日は里川さんが披露してたんですけど、もう素敵すぎてずっと見てる、リハとかも。素敵だったな。ソロコーナーなんてやる機会ないですからね。いい思い出になりました。いい経験になりました。ソロ。確かいろんなジャンルの曲があったからね。あんま披露されてなさそうな曲とかもあったもんね。渚のイメージもあったし、渚のイメージってマジでイントロ優秀すぎてさ、バリ良くない？イントロが一番好きかも、渚全部好きだけど。そんな渚のイメージをね、リクアワでも歌えたら嬉しいですよね。宣伝につなげる系女子。強制とかではないんですけど、みんなが見たいなって思ってくれたら、ぜひ投票してくださったらハッピーです、幸いです、とっても幸いです。小判ありがとうございます。リコは楽しみだな。小判ありがとうございます。マジ渚がランクインしてほしい。もう期間短いので、投票の忘れないうちに投票してにゃん。なんかモバメとかさ、そういうのでも投票できるらしいので、やってみてにゃん。最初はね、最初はじゃない、 CD についてるみたいな書いてあるけど、他にも投票できるのがあるので、期間短いけどよろしくにゃん。なぎさ踊りたいにゃん。フルで歌いたいにゃん。なぎさ知名度上げたいにゃん。なぎさのイメージしたいにゃん。同じ曲にも投票できるにゃん。ファンクラブとモバイルもできるにゃんだよ。 DMM もできるにゃんよ。みんな投票してにゃん。声出していこうのアルバムも投票できんの、めっちゃ強いじゃん。モバメもいけるらしいにゃん。みんなイメージするにゃん。もう今日は休んでにゃんってきた。休むね、今日は眠って
明日頑張ります。スクショタイムしとくか。コンサートの1日、みおぴやんのコンサートの1日ということで、お風呂めんどくさいよ、お風呂入りたくないよ。なんか面白そうなドラマやってる。面白そうなドラマやってるんですけど、音消してったら、あ、てか時計あるじゃん、テレビのとこに。10時42分じゃん。みんな、次みんなの前に現れるのは、ショールームはわかんないですけど、次みんなの前に現れるのは時間がない公演とリアグレインアップ公演です。ちょっとテレビつけてたの、めっちゃ面白そうなドラマやってるんだけど。何かわからない。拳銃を掲げてます。43分、45になったら終わろうかな。マジで We are growing up 公演おすすめです。全部おすすめだけど公演、しかも ZEP の前日、 ZEP 大阪の前日。昨日さ、テレビつけたら2もやっててさ、こうちょこちょこ見てたんだけど、フルで見てないけど、めっちゃ面白くて、なんか癒された。ニモのように行きたいと思いました。ちゃんとに見たい気持ちにもなった。でも見てたよ。でも見てないわけではない、がっつり見てないっていう、なんか流し見してたらおもろかった。今日もありがとうございました。みんなが今月もハッピーに生きられますように。また会おうにゃん。よかった、配信する予定じゃなかったんだけど、なんとなく配信してみた。明日も明後日もしないだろうから。見てくれてありがとうございました。 ZEP もありがとう、 ZEP じゃない、サマーツアーもありがとうございました。みんなもありがとうございました。今日もありがとうございました。またね、バイバーイ、おやすみ、おやすみだよ。ミラーボールありがとうございます。今日から1週間が千年場です。気合はあります。おやすみにゃん。ありがとう仙台、ありがとう仙台、ありがとう。バイバーイ。